しさから始まるパワー、それがフューチャーコスモス。どんな時も Wanna be right、 自分にだけ分けして負けない、ウルトラの誓い。最近かすみちゃんとどうなんです？うるせえよ。またまた照れちゃってかわいっすね、ふぶきさん。ぶっ飛ばす。たし。おお、なんだ。YG7 に怪獣がすげえ。エロ、メインスクリーンに出します。以前出現したテールダスに似てるな。この特殊な波長の電波は。そうか、キャップ。どうした。この怪獣は改造され何者かに操られています。何？麻酔弾落ち込むぞ。一体どうしたってんだ。どうした？いや、まったく怪獣の剣士までやらされるとは思わなかったぜ。無駄口はいいから早く。はい。相変わらず厳しいね、マイスイートエンジェルは。結論から言おう。怪獣の死因は拒否反応によるショック死である。どういうことですか？こいつの体内には無数の装置が埋め込まれていた。ある装置は筋力を高めるもの、また別の装置は特殊な電波により外部から遠隔操作をするためのもの。そしてそれらの装置を形成する金属が地球のものでないことも判明しています。何者かにこれらの装置を強引に埋め込まれ、サイボーグにされちゃったってことなの？ひどい。しかし怪獣の体はそれに対応することができなかった。特に脳神経が激しい拒否反応を示し突然死したというわけだ。許せない。ここはどこだ？ここは闇の世界。何？お前は？私はノワール星人。ノワール星人？君と話がしたい。話？
一人でケーリアの工業地帯まで来い。待っているぞ。ノワール聖人。おはようございます。何ですか。いきなりどうしたんですか土井垣さん。武蔵に間違いないです。は？あ、いや、ゆうべ不審な電波を基地内でキャッチしたもんだからさ。不審な電波。ほら、この前簡単にカウセッターの侵入を許してから、その手のことでうるさくなってるのよ、上が。でも、どうして僕に？その不審な電波がお前の部屋だけに確認されたからだ。僕の部屋に？君と話がしたい。一人でケーリアの工業地帯まで来い。そしてその電波がな、正確に言うと脳波に近いもので、ほら、以前綾乃ちゃんを眠らせた不思議な脳波と一致したんだよ。まあ、ともかく無事でよかった。でも心配したぞ。お子ちゃま病なら綾乃の次にかかるのはお前だからな。ひどい。お子ちゃま病。やばいか。僕とどんな話がしたいんだ、ノワール星人。待て待て待て、どか現れいでたるは解決七色月。君も見ていかないか。武蔵。そう生きり立つな。
君に見せたいものがある。ネルドラント、我々がこの星で捕獲し改造した怪獣だ。なぜそんなことを。なぜ地球人はどうしてこんな生きた資源を有効利用しないのか。なんだって。武蔵の行方はまだ分かんないのか。必死にスキャンしてるとこだよ。クソったね。我々の星では怪獣を捕獲しては都合がいいように改造し、さまざまな文化を築いてきた。しかしやがて怪獣は絶滅。そこで怪獣が生息する星を探していた。それで地球に。我々は人間の夢に入り込み、そのデータを盗むことに成功し、さらにラグストーンを送り込み、人間の欲望の深さを知った。地球人は合理的で貪欲で、なのになぜ怪獣を資源として生かそうとしないのか、それがわからない。怪獣も地球の一部だ。何？怪獣も野生動物も原生林もあらゆる生物は同じ地球の一部なんだ。ん？キャップ、これを見てください。これは逆転の発想で武蔵隊の居場所を特定するのではなく、武蔵隊と連絡の取れないポイントを探してみました。はあ、なるほど。吹雪、ポイント K セートに急行。了解。どうして僕に接近した。君が宇宙人と対話できる人間であることを知っていたから。我々の考えを理解してもらえれば楽に怪獣を手に入れることができると思ったのだが、残念だ。見当違いもいいところだな。よりによってそんな話し合いに一番乗らない相手をお前は選んだってわけだ。乗れ、メカレーター最終出撃だ。武蔵、大丈夫か。はい。なんだ。ポイント KS8 の地下から巨大な生物反応が急速なスピードで上昇中。吹雪、武蔵、待機しろ。出ましょう。改造されたネルドアントはこの地下に隠されていたのか。ヌルドランドのスキャンデータを送ってくれ。了解。マスイダースタンバイ。了解。聞かない。ヒューラキャップ、
前回回収したテールダスよりはるかに多くの装置が今回は埋め込まれています。なんだって。その中には麻酔等が通用しないプログラムも完備されていると思われます。何か助ける方法はないんですか。現時点ではどうすりゃいいんだ。キャップ、コンディションレベルレッド発令。了解了解。怪獣の体内に埋め込まれた装置が機能を停止しました。ネルドランタ助かったのね。やはり怪獣の死因は改造された影響によるショック死です。
怪獣は資源なんかじゃない。怪獣だって地球の一部なんだ。異次元移送装置によって現れた死者、ギギの新たなる侵略計画、数千億のギギ人がやってくる。コスモス絶体絶命のピンチに強力な助っ人登場。次回ウルトラマンコスモス、ギギ対ゴン。信じ合う勇気が世界を救う。